ちゃん文化放送テラちゃんおはようテラちゃんニュースピックアップ。この時間は月刊誌ムーの編集長三上丈晴さんに世界で起きている摩訶不思議な現象について話を聞いていきます。三上さんおはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずは現在発売中の月刊ムー12月号からこちら。7000年前の遺跡が再出現、スペインのストーンヘンジ。今年の夏、記録的な猛暑に見舞われたスペイン、貯水池のこの水位がですね激しく低下して、それまで沈んでいたあるものが姿を現したというんです。三上さん、そのあるものってのは何なんでしょう？これは古代遺跡ですね。はい、まあ巨石以降、まあ、石を並べたストーンサークルのようなもの、はい、専門的にはグアダルペラルドルメン、まあ、ドルメンっていうのはこの石をこう組み合わせたテーブル状のものを言うんですけどね。まあ、ただその一方でこの遺跡を総称して、はい、いわゆるスペインのストーンヘンジと、まあ、イギリスのストーンヘンジにも似ているのでそう呼んでるらしいんですね。はい、でこの巨大遺跡、紀元前3000年から2000年に建てられたと見られていまして、1926年に発見されています。発見されたんですが、まあ、その後ダムが建設され再調査されないまま1963年に貯水池に水没をしたというものなんだそうです。まあ、それが干上がっちゃって再び今回姿を現してきました。興味深いのが埋葬室の入り口に立つ人の姿に似せて削られた大きな石、こういうふうに記事には出ていますが、三上さん、これどういうものなんでしょう？そうですね、これ巨石以降の一種で、棒状の長い石を立てたもの、これメンヒルって言うんですけれども、はい、今回はちょっと人の形に似ている、かつですね、なんか表面に今線刻画が刻まれてる、描かれていると、はい、これまあぐねぐねしてる線なんですけれども、もう一説にはこれは蛇ではないかと、まあ、古代において蛇を崇拝するっていうのは結構あるんですけれども、ただそれとは別にですね、これ地図じゃないのかっていう説もあるんですよ。というのも今回まあ干上がって出てきたその川ですね、はい、この川の流域とこの曲線がですね、はい、見事なほど一致してるんです。古代の人がですね、この流域の形をこう詳しく測量してで、ここに刻んだ可能性がある。非常にですね、このメンヒルはですね、価値があるというか興味深いんですね。そうなんですね。でもこれ今後調査していくと、もしかしたらその例のイギリスにある元祖ストーンヘンジよりも実は起源古かったなんて可能性もあるんでしょうかね。そうですね、こういった巨石遺構っていうのは何百年も続けて作るんですね。はい、例えばストーンヘンジに関しては紀元前3000年後からですね、まあ、1000年以上かけて作った、はい、同じようにこの遺跡も長い年月をかけて作ったとすると、ひょっとしたら紀元前5000年ぐらいに遡る可能性があるんじゃないかという指摘もあって、もしそうならばストーンヘンジよりも古いという話にもなるんですね。そうですか。さて、そんな貴重なですね、巨大遺跡が再び姿を現したのがスペインです。そのスペインと日本時間の来月2日サッカーワールドカップ、これグループステージ第3戦で日本対戦します。そしてその前に行われる、これあさってですよね、11月27日の第2戦では中南米のコスタリカと対戦するわけなんですけれども、現在発売中の月刊ムー12月号から今度はこちら。コスタリカの湖に出現した UFO の謎。過去最高の UFO の写真とも呼ばれる一枚があります。まあ、それが三上さん、コスタリカで撮影されたものなんだそうですね。そうですね、コスタリカの、まあ、今航空写真ですね、はあ、まあ、測量や測地を目的とした専門的な写真をこう飛行機からこう撮影していくという、このフィルムもですね、結構でかいんですね、はい、でかいカメラでもう絨弾爆撃のように撮影していくんですね、はい、それが1971年の9月、写した航空写真の1枚にですね、地面とこの撮影している飛行機の間ですね、間に浮かんでいる謎の飛行物体が映っていたっていう、はい、
これ三上さん、今私の手元にもあるんですけれども、右斜め上ぐらいに陸地があって、でこのその以外のところはこう海かなみたいなところで、私が見ているところが飛行機だとするならば、その海と我々がいる飛行機の間に、なんかこう昆虫の羽みたいなふわんとこう左右にこう広がっているもの、これが UFO ですか？そうですね、これ拡大してみると分かるんですけども、ものの見事に円盤なんですね。そうなんですか。空飛ぶ円盤ですね。これがはっきりもう高解像度でね、フォーカスももうドンピシャーだ、まあ、合っているというか、素晴らしいこう UFO 写真ですね。いや素晴らしい、やっぱり UFO にも素晴らしいとそうでもないみたいのってのあるんですね、写真では。やっぱりね、そうですね、UFO かな、そうじゃないかなっていう写真よりもね、もう文句のつけようがない、空飛ぶ円盤っていうね。でも三上さん、その文句のつけようがないって言うと逆にこう、これちょっと偶然なんじゃないのみたいに疑う気持ちもあるんですけども、どうですかこれは。当然ながらこの写真分析されてるんですね、はい、まず航空写真ですから、航空写真のスペシャリスト、ね、撮影してる人もちゃんと細かく見てるわけですね。これが単なるそのホコリとかね、虫とか鳥なんかじゃないっていうことはもう見りゃ分かるんです。見りゃ分かるんだ、はい、もう、しかも質感から何から言ってですね、これはいわゆる既存のですね、知られている生物や物体ではないと。ということはもうだからスペシャリストが撮ったものってことなんですね。もうそうですね、まあ、ですから、まあ、これ何でもね、水力発電の建設プロジェクトで調査の際に撮影された写真だそうです。結構撮った中の一枚ってことですか？そうですね、航空写真っていわゆるそのつないでもう大きな写真にするためにこうたくさん撮影するんですね。はは、でその中の一枚だけにですね、この UFO が写っていると、はあ、だから数百個、まあ、例えば撮ってるとする、その中の一枚だけってことなんですね。そうですね、ってことは異常な飛行物体が空を飛行していたってことは間違いないってことですか？そうですね、これね、もう本当に実際にこの場所に飛んでいたってことは間違いないですね。はあ、はあ、そうです。あの三上さんすいません、私先ほど海って言いました、これ湖なんですね。そうですね、ちょうどコートコっていう湖の上空ですね。そうですか。このでもね、水面と自分が映している飛行機の間に、映っているということなんですね。そうですね、これは明らかにおかしいと、はい、しかも目立つんですよね、湖の上空ですから、はい、もうはっきりと鳥や虫ではないということがわかるので、はい、はあ、しかしこの撮影から8年後の1979年に事態は急変したというんです。これは何があったんでしょう？これですね、やっぱりこういうものが写ってるということで、まあ、上層部にですねこれを報告したらしいんですよ、はい、そしたらですね、このある種握りつぶされたというか、ほう、まあ、一言で言うと、まあ、隠蔽されたあらことを荒立てたくないので、これなかったことにしようという動きがですね、どうも上の方であったらしいんですが、はい、ただこの写真もう関係者は知ってるわけですよね、写真もある、はい、そこで UFO 研究の間ではですね、非常に有名な UFO の写真を専門に分析する団体があるんですよ、ここに持ち込まれたんですね、はい、ただもう間違いなくこれは UFO である、はい、位置関係から考えてこれは直径40メートル、そんな大きいんですか？40メートルあって、中央部がこう盛り上がっている、そうですね、円錐状の形状をしているってことまでははっきりと分かったんですね、この結果。まあ、だからプロが見れば分かるわけですもんね。そうですね、特に画像解析までしてますから、はい、否定のしようがないですね、はい、これでもその観光令が一時敷かれていたっていうのはコスタリカの人たちがですね、騒いじゃうのが嫌だってことだったんですかね。そうですね、この UFO 写真専門的に、まあ、画像解析で本物とされた、はい、でさらにはですね、これをですねもう一度ですね細かく分析してるんですね、別の団体が、はい、まあ、その結果ですね、なんともう速度まで分かってきた、はあはあ、おそらく時速2300キロで飛行し、かつ普通ならばこれだけの速度だと熱を持つんですね、はい、圧縮断熱によって熱を持つんですけれども、もう熱を持っていない、もう気候原理がもう本当未知の技術で飛行しているっていうことまでもはっきり分かった。そこまで分かったんですか。
これがですから過去最高の UFO 写真と呼ばれる一枚なわけですよね。そうですね。特にこの高解像度の画像がですね、ネットの上にですね、つい最近公開されたんですね。あ、結構重いんですよ。データ量としてもすごい、ダウンロードするだけでもすごい時間がかかるという。あ、そうだったんですね。でこれがその撮影された湖というのは実は古くから周辺地域で UFO が目撃されているホットスポットでもあったそうですね。そうですね、まあ、これはこの写っているこの UFO 写真なんですけども、突然現れているので、ひょっとしたらこれ湖の中から出てきたんじゃないかっていう指摘もあるんですね。はい、これどうもね、当時ね、その、まあ、羊とか家畜がこう下に見えるんですけども、その近くにいた人がですね、目撃してるんじゃないかという指摘もあって、さらにはですね、これ1980年代からですね、この辺りにはこの UFO がたくさん現れる、はい、特に湖の中からですね、こう水柱をバシャーッと立てながらですね、出現したっていう話もあるんですね。そうなんですね。ってことはひょっとしたらその湖底にはですね、その UFO の基地があるんじゃないかなっていう説もあるんですね。でもこれ三上さん、コスタリカの湖で1971年に撮影されたものなわけですよね。そうですね。と最近はあんまり話題にはなってなかったんですか。写真自体はですね、この UFO 研究家の間ではよく知られてました。ただ高解像度のデータがネットで公開されたっていうのが非常に大きいですね。改めて多くの研究家がこの画像をですね、独自の分析で分析できるような状況にもなったし、かつ当時の状況っていうのが非常にこう分かってきた、はい、まあ、隠蔽工作も含めて、さらにはこの出現している場所、コート湖っていう湖ですね、はい、この周辺でもうかなり UFO 目撃事件が起こっている。目撃者結構増えてるんですね。なので改めてこの写真が、はい、まあ、注目されたということなんですね。そうですか。いや、まあ、今日本ではね、ワールドカップでコスタリカというのはこの国としては、注目されてますけれども、これ UFO 研究家もしくは UFO を見てみたいなって人にとってもコスタリカってもしかしたら注目に値する場所なのかもしれません。この湖ね。そうですね、どうもね、メキシコ中米とかですね、はい、まあ、ペルーもそうですけど、中南米っていうのはこれ UFO がもう頻発するんですね。なんかその UFO が出てくる場所っていうのも偏りがあって、まあ、まさしくこうホットスポットのような場所、はい、このコスタリカでも特にこのコートコっていうのは、まあ、そうした典型的なスポットなので、これはね、非常に注目すべきというか、特に湖の中から出てくる、これね、最近、アメリカ軍の方ではその UFO が水中、すなわち海の底からですね、現れる、海の底には基地があるっていう指摘もあって、いわゆるこの湖の湖底にもですね、そうしたその、まあ、異星人の基地がですね、存在する可能性があると、まあ、研究家の多くはその辺に着目してますね。そうですか、まあ、宇宙人もですからね、このやってきた時、もしくはもともといたのかどうか分かりませんが、ここが一番見つかりにくいとか思ってたんですかね。やっぱりそういうところに隠れるんじゃないでしょうかね。そうなんでしょうね。あとやっぱり中南米あたりっていうのはなんか気候もほどほどにいいしみたいな、そういうこともあるんですかね。なんかね、どうなんですかね、結構火山にもね現れると言ったり、何かしらの資源と関係しているのか、まあ、いろいろなことは言われてますけどね。まあ、でも、まあ、彼らとあえて呼びますけれども、彼らの技術をもってしてはその火山の熱なんてのはどってことないみたいな、そういう技術を持ってるかもしれませんもんね。そこなんですよね、多分ね、UFO の飛行原理と多分密接に関係してると。そこですか。あ、ムー、そこら辺追いかけてます。そうですね、もちろんです。そうですか。こんな驚きの話題が満載の月刊ムー12月号は現在絶賛発売中です。月刊誌ムー編集長三上丈治さんでした。三上さん、ありがとうございました。ありがとうございます。ニュースピックアップでした。